生命様、どうされましたか？先ほどからむすっと黙ったままですけど。いや、神楽の姿が見えないと思ってな。神楽様ですか？確かにお姿が見えませんが。神楽さんならどこかへ出かけていきましたよ。てっきり散歩かと思って止めなかったのですが。神楽が一人で外へ出るなど珍しいな。なんだかフラフラしていましたし、ちょっと心配ですね。居場所を占いましょうか。そのくらいできますから。そうだな。ならば。生命、生命はいるか？ん？この声は。おお、よかった。ちゃんと言いやがったか。お取り込み中すみません。少しよろしいでしょうか？いや、構わない。何がだ？黒夜山は知っているな。そこに少々厄介なものが現れたようで、一応ご報告に参りました。厄介なものですか？ああ、神くらいってやつなんだが、そいつ女の子供の神に宿った霊力を食う変わり者でよ。そういえば生命殿のもとにも女の子供がいたなと思いまして。姿が見えないようだが。いや、おびくに神楽の居場所を占ってくれ。早急に頼む。はい、ただいま。少しお待ちくださいな。まさか本当に黒夜山に来ることになれたなんて。神楽さん、本当にこんなところにいるんでしょうか？八尾国様の占いが外れることを祈るばかりですね。もう一度詳しい場所を占いたいですが、霊力を消耗しすぎました。すみません、少し休ませてください。ああ、ありがとう。しかし黒夜山か。どうしたんですか？いや、この山は私と神楽が初めて出会った場所なのだ。うん、あっちから何やら声が聞こえますね。もしかしたら神楽様かもしれません。行ってみましょう。声はこっちの方からしたと思うのですが、何やら争った跡がそこかしこにありますね。あれは神食い目、追い詰めたぞ。隠れてないで出てきたらどうだ。なに、これは罠か。見事に引っかかったね。だがそれだけだ。この程度痛くもかゆくも。なんだと。そこだ。そんなまさか。ごときと鷹をくくったか。だが残念だったな。貴様じゃ、この俺。源の広政の足元にも及ばんぞ。お見事、いい腕だ。お前何者だ？この容器の中で平然としているし、それにその犬、式神？もしかして陰陽師というやつか。面白い。俺と腕比べをしてもらう。いきなり攻撃してきましたよ。威嚇だ、覚えておけ犬。琥珀は犬じゃなくて狐の式神です。何が何だかわからないけど、僕は今のうちに退散させてもらうよ。逃がしていいのか？構わんさ。あいつよりお前と戦った方が面白そうだ。目覚め、時
は来た。私には守りたいもんがあるからね。腰に生命だ。お前が？あの陰陽師の？ならばなおさら引けないな。俺は強いやつと戦いたいんだ。いいだろう。こうなったらどっちかが潰れるまで徹底的に。二人とも待って。お！神楽さん。鬼が逃げたわ。今は争ってる場合じゃない。なんだ、神食いに捕まってた子供か。は？お前名前はカグラというのか。そうだけど、そんなに珍しい名前かしら。いや、カグラ、誰かに呼ばれたような気がして一人で外に出てしまって、そうしたらあの鬼に捕まってこの山に連れてこられたの。心配かけてごめんなさい。いや、カグラが無事で何よりだ。よく逃げてこられましたね。私を見張ってた手下の鬼がいつの間にかいなくなってて、そこの知らない人が暴れてくれたおかげだと思う。俺は雑魚は相手しない。それじゃあどうして手下がいなくなったんでしょう。俺に聞かれても困る。もう腕比べはいいのか。ああ、そんな気分じゃなくなった。気分じゃなくなったって、じゃあ神食いとも気分で戦ってたんですか。まあそんなところだ。ただの腕試しというやつだ。だから神食いなんかよりずっと強そうなやつに乗り換えただけだったのだが、まさかあの高名な陰陽師の阿部の生命だとは思わなかったな。あらあら、そんな理由で私たちは襲われてしまったのですか。もうそんなことはどうでもいいがな。広政様でしたっけ。なんだかずっと神楽様を見ているような。本当に知らないのか。うん、知らない人。広政、そちらはどうなのだ。そいつが知らないというならそれが全てだろう。ですがあからさまに神楽様が出てきたから。知っているやつに似ていた。それだけだ。もういいだろう。あ、どこに？帰らせてもらう。今日がそがれたからな。神食いも大したことはなかったしな。カグラ、こんな場所であいつを見つけるとは。だがあいつは俺のことを知らないと言っていた。一体どういうことだ。という間に行ってしまいましたね。変な人。しかしかなりの手だれだった。弓の腕もさることながら結界の呪法もかなりのものだ。
源と名乗っていましたが、かなり高貴な血筋の方なのでしょうか。確か帝に近い血筋に同じ姓を名乗る一族がいたはずだ。そんな立派な人には見えませんでしたが。それよりも生命さん、神食いを退治しませんか。あれは放っておけばまた人を襲いますよ。確かに白無常様と黒無常様の話を考えるとあんまりのんきに構えていられませんね。急ぎましょう。神楽が容器の結界に閉じ込められていたのはこの辺りか。うん。くんくん、神食いの匂いが残ってますね。確かにここの容器は特別に濃いが目立つものはないな。そんな時こそ生命様。わかっている。見てみればいいのだろう。はい。やっぱり鬼がいますね。ここの容器に集まってきたんでしょうか。もしかすると神食いの手下かもしれないな。ではお話を聞いてみましょうか。どうやら低級の鬼のようだが。なんだい、オイラになんか用かい。あなたどうしてここにいるの。どうしてと言われてもな、この辺りはすっごい暗いだろう。暗いところを照らすのは提灯であるオイラの宿命みたいなもんさ。だからここにいるんだよ。風もないし、体中に開いた穴から吹き込んで火が消える心配もないしね。いまいち納得しかねる答えですね。鬼じゃないけど不可視の存在が近くにいる。確かに人の霊魂の匂いがしますね。女の人の霊。あれ、私生き返った。残念ながら生き返ったわけでは。神楽様の力で呼び出されただけです。なんだ、世の中そんなに甘くないのね。あの、どうしてここに。ここで死んだからよ。やっぱり神食いの魔の手にかかってですか。神食い、あの女みたいな男のことだったら全然違うわよ。私はここに迷い込んで容器に当てられて死んだだけ。なるほど、そうでしたか。そうよ、間抜けな死に方でしょ。だから未練が残ってるんだけどね。それにしても神食いのことを知っているようだな。私ここに留まってずっと見てたからね。じゃあ神食いがどこに行ったか分かりませんでしょうか。さあ、私はここから動けないし、もっと男らしい人が好きだから。というかそこにいる提灯に聞いたら、さっき神食いと話してるの見たわよ。え？必要なことは聞けたから終わり。生命。ああ、分かっている。あなた神食いと話していたらしいわね。へっ、それをどこで。おや、隠しもしないんですね。しまった。こうなったらやけだ。時間稼ぎくらいオイラにだって。さあ、私と共に戦ってくれ。火の魂。不運から私らを守ってくれるんだ。三剣解禁。
あるからね。琉球如立よ。ギアラス教授。参りました。紙食いがどこに行ったのか教えて。さもないと噛みついて穴を増やしちゃいますよ。あ、わかったわかったよ。紙食いはもっと山奥に行ったよ。山奥か。ここから見た限り山頂の方はさらに容器が濃くなっているな。行きましょう、逃げ切られる前に。カングラ、大丈夫か？ちょっと疲れただけ。だいぶ山奥まで来ましたしね。カグラ様には厳しいかもですね。もし足手まといならここに置いていって。それはできない。またあれが現れるかもしれないからな。ですね。一人は危険です。それに見ろ、いたぞ。商用たち。そんな、なんで？汚い手で触んないでくんない？もっと嬉しがってもいいよ。僕の美貌の糧になるんだからさ。神食い、そこまでだ。五行の断りをもってお前を退ける。払い先一番清め様へ、救急如立。やめてよ、言ったじゃないか。これ以上汗臭くなるのはごめんだって。僕の美貌を怪我したくないって思わないの？これだから人間ってやつは。商用の力を取り込んでいくらか強くなったか。というか妖怪に美貌って必要？それにあなた一応男でしょ。男で美貌って変なの。お前変？変だと？少し綺麗な髪をしているからといって調子に乗るなよ。僕の美貌を理解できない奴は全員消してやる。時は来た。勝手に不運から私らを守ってくれるんだ。関係霊爆金行け。強説よ。関係重負体関係関係守りたいもんがあるからね。お城は燃えろ、ひたすら燃えろ。火の魂。五行結界陣。ギアラス教授。三剣。風雨から私らを守る。三剣。どうしてくれ。火の魂。守りたいもんがあるからね。マジでやめろ。不運から私らを守ってくれるんだ。行け。強説よ。三剣。眼中古心。ギアラス教授。